はい、ではサブクエスト、今回は、イサベルさんですね。行ってきます。一体どうして？お困りごとですか？ノースリーチが分裂してしまうかもしれない。何があったんだ？実は先日、この町にオビトの賢人が戻ってきたわ。オビトの賢人？オビトの賢人？ええ、ザンブレクの祭りごとを取り仕切るご賢人の長だった人よ。その名の通り、首都の姿勢を任されていたから、あれ、みんな今もオリフレム公って呼んでいる。あ、出てきたっけ？その彼がどうかしたのか？今までオリフレム公がお触れを出したの。このノースリーチをザンブレクの新たな拠点にするって。なんだと？彼は町の住民から財産を徴収、それを礎にここを軍の中枢にしようとしている。なんだって？やりたい放題だな。私たちが話しに行ってもまともに取り合ってもらえない。あんな無茶な要求、住民を追い出したがってるとしか。兵士たちはどうなんだ？以前青く光る魔物が現れた時はフィリップがうまくまとめてくれていただろう。オリフレム港についているよね。もともと軍の上層部を失っていた彼らが指導者に従うのは理解できる。だけどお触れに納得のいかない住民はそんな兵士たちを敵視するようになった。いくら兵士がまとまったところで住民と敵対してしまっては意味がないわ。このままじゃ壁の内側と外側のひがみ合いどころか住民と兵士の争いになってしまいそうで。そんなことが？おお、そうだ。もしかしたらクライブの話なら聞いてくれるかもしれない。あなたは青く光る魔物を倒して兵士たちからも信頼されている。そんな相手の意見なら彼も無下にはできないはずよ。クライブ、オリフレム公と話し合ってもらえないかしら？話聞いてくれるような人かな。ああ、俺でよければ力を貸そう。よかった、ありがとうクライブ。まずはオリフレム公に会う必要があるな。彼は今どこに？訓練所にいると思うわ。わかった、行ってこよう。はい、では崩れゆく、剣壁前編。ご賢人の一人、オリフレム公か。オリフレム公、話ができるといいが。おい、止まれ。なんだ、マダムのところの用心棒じゃないか。今日はどうしたんだい？オリフレム公がここにいると聞いた。彼に会わせてくれないか？今は住民を通すなと言われてるけど、きっとあんたなら問題ないだろう。この前町を助けてくれた恩人だ。少し待ってくれ。あ、こんな早く通してもらえる？ありがたいわね。そうか。やべ、この人いたよね、この青い服の人。腕利きの傭兵とは貴様だったか。ザンブレクのムービーに出てきてたような気がするわ。それで私に何か用でも？好き放題やってるみたいやな。町をザンブレクの新たな拠点にするそうだな。ああ、そのことかね。よその者に話すことでもないのだが、貴様も町の行く末が心配なのだろう。だが今後のことは我々に任せておけばよい。このノースリーチからザンブレクは再建されるのだ。再建だって？この町は被害も少なく軍の設備もある。まさに再建のための拠点にふさわしい。ザンブレクはオリフレムに続いて自治領をも失った。そうなんだよねザンブレク悲惨やな。今や皆無と言ってよい。そこでこの町を新たな拠点とし、ほど近いノルバーントリデを要塞とする。この一帯に堅牢な城塞都市を築くつもりだ。我々がこの町を守る。本当に守ってくれんの？話に聞く青く光る魔物とてもはや敵ではなかろう。
あの魔物は危険だ。いつ襲われるかもわからない。あんたは住民の財産を徴収しようとしているそうだが、そんなことはやめて、彼らと協力して対処に当たるべきだ。民というのは誰かが導いてやらねば動けんよ。すなわち国を立て直すために優先すべきはその中枢。何よりも先に行政を整備せねば。彼らの財産はそのために使わせてもらう。何も搾取するばかりではない。国に使えるなら給金を出すとも伝えた。それなのに私が無茶な要求をして追い出したがっていると、住民を先導する輩もいるようだが。この町は彼らのものだぞ。その通りです。ザンブレクの再建が大切なのは分かります。ですがまずは民を第一に考えるべきでは。サビーヌ、祭りごとには口を出すなと。お父様のやり方はただ彼らの反発を生んでいるだけです。国を立て直さずして何が民か。また民をないがしろに。そのような愚行、神がお望みになられると。お娘さん、いい娘やな。出直すとしよう。親子喧嘩始まっちゃった。反発か。党の住民たちがオリフレム校のやり方をどう思っているかも気になるな。聞き込みしますか。彼らの話も聞いておいた方がいいかもしれない。はいはい、いや聞き込み行きます。まずは壁の外側か。さあこの人、酒場の給仕さん。正しくなっているようだが。ええ、オリフレム校が戻ってからは不満だらけ。好き勝手しすぎなのよ。ノースリーチにはマダムがいる。オリフレムや自治領とは違うんだから。彼女を随分と信頼しているな。マダムはこの町のことを考えてくれているもの。あの人はノースリーチの長みたいなものよ。さすがマダム。二人目ですね。少しいいか。オリフレム校のことを聞きたくてな。まったく、とんでもない話だぜ。俺たちはずっとこの町で暮らして、外側の人は不満ブーブーっぽいね。いくら国の偉い人だからって、ここを好きにしていい理由にはならないだろう。俺はあんな人に従うつもりなんてないね。最後まで抵抗してやるつもりさ。うん。3人目。おや、何かご入りよ。聞きたいことがある。オリフレム校についてあんたはどう思ってるんだ。その話かい。商人たちはみんな怖がってるよ。どうせ今度も真っ先に追い出されるのは壁の外側にいる俺たちだろうってさ。ああいったお偉方が勝手してたせいで俺たちはこんな目に遭ってるんだからね。そうなんだよね。本当その通りよ。お偉方から守ってくれるって言うんなら喜んで支援するんだけどね。こんなところか。次は壁の内側でも聞いてみよう。内側正反対だったりしてな。一人目、内側の人。一つ聞かせてくれ。オリフレム校のやり方についてどう思ってる。抵抗はあるよ。でもな、よそはどこも荒れてるそうじゃないか。みんなが救われるのが一番だけど、なかなか全部はうまくいかないもんだ。だったらオリフレム校が言うように、まずは国を立て直すべきじゃないかってね。そのために町を去れって言うならきっと仕方がないことなのさ。ふん。え、二人目騎士の人やな。おい、あんた、さっきオリフレム校と何か話してたな。住民たちと協力できないか申し出ていた。彼にその気はないようだが、あんたはどうするつもりだ。もちろんオリフレム校に従うさ。ここの住民やマダムには恩義もあるけど、俺にも家族がいるからさ。国や町よりもまず家族を守らなきゃいけない。なるほどね。そのためならたとえ誰に恨まれようとしがみついてやるよ。うん、気持ちはわかる。私たちしばらくは夜の帳が面倒を見るわ。3人目、
この人も兵士さん。町で噂を耳にしたんだが、オリフレム校はここを軍の拠点にするらしいな。あんたは彼の考えに従うのか？当然そのつもりだ。俺たちはザンブルク兵。彼に従わない理由はない。それにオリフレム校のお考えは広告を再建するためのもの。住民たちには悪いが、時が来たら分かってくれるだろう。そういえばフィリップはどうしているだろう。フィリップさん、はい、いましたね。ここにいたのかフィリップ。あんたは確かクライブとか言ったな。前日は助かったぜ。俺もちょうど例の魔物の偵察から戻ってきたところさ。それで何の用だ？オリフレム校のことを聞きたい。お前も彼のやり方に従うつもりなのか？正直に言えば悩んでるよ。ザンブレクの兵士としてはあの人に従うのが真っ当なんだろうけど。フィリップ、お前は以前ここはマダムあっての町だと言っていた。ああ、今もそう思ってる。悩むくらいならその気持ちに素直になればいい。そうだな、その通りだ。決めたよ。俺は俺の信念を通す。守りたいものを守るのに形なんて関係なかった。すまないクライブ、ちょっと用事ができた。また後で会おう。あ、じゃあなんか大丈夫なのかな、どうなんだろう。これで後編に続くって感じか。あ、マダムに報告ですかね。さて状況は大体つかめた。一度イサベルへ報告に戻るとしよう。クライブ、戻ったのね。オリフレム校との話はどうだったかしら。ああ、実はザンブレクの再建、この一帯を城塞都市にするだなんて、青く光る魔物の脅威もある。強固な都市を作ることには賛同するわ。だけどここの住民をないがしろにするのは話が別。再建を願えばこそ、住民と協力できればより良い町にできるでしょうに。彼は国や行政があってこその民と考えている、うん、そもそも協力関係が成り立つとは思ってないのだろう。町の様子も見てきたが、住民たちはあんたを慕う者が多いようだ。一方で兵士たちはオリフレム校に従っている。それぞれ意志は固いように見えた。やっぱり兵士だって自分たちの国を立て直せるとなればそう思うのは当然だもの。住民と兵士、町の分裂は避けられないのかしら。そうなったらなった時だ。お前その姿は。え、フィリップさん。ああ、ザンブレク軍を辞めてきた。そうなの。連中ごちゃごちゃうるさいから殉職扱いにしてもらったよ。フィリップ、どうして。俺はあなたにつくと決めたんだ、夜の女王。でもそれはオリフレム校のやり方に嫌気がさしたからじゃないぜ。ノースリーチのためさ。青く光る魔物の脅威は去っていない。こうしている間にもまた現れるかもしれない。奴らが町を襲ってきたらみんなの命が危ないから。もうこれ惚れちゃうやろこれ。まずは町を守らないと。マダム、俺たちならお腹すいたな。クライブ、あんたと話して覚悟を決めた。俺は俺が今できることをする。もしもの時には俺も力になろう。今できること、私は町が分裂するということを恐れすぎていたのかもしれない。そうね、今は町を守りましょう。ありがとうフィリップ、大事なことを気づかせてくれて。いいってことさ。さて町周辺の警備を始めたいんだが、夜の帳の連中と相談しても構わないか。ええ、お願い。
任せてくれマダム。前編っていうのもあってバトルなさそうだね。会話イベントだけって感じで後編に続くのか。ありがとうクライブ。いいってことよ。あなたやフィリップがいてくれるだけでも心強いわ。私も今できることをしながらオリフレム校との話し合いも続けてみる。何かあったら報告するわね。その時はまたよろしくクライブ。ああいつでも言ってくれ。はい、ということでじゃあとりあえず前編終わりやな。はい、では、続きをやっていこうと思います。首都ね、ストーンヒルに行けなくなっちゃったとあのオーディンがねちょっと厄介な障壁を張ってしまってね。で何か物音が聞こえる。え、探ってみよう。はい、おお、ワープポイントができましたね。さあここ、うん、女性の声か。助けて助けて、どうか。あ、もしおっと、大丈夫大丈夫、俺たちは正気だ。あ、かわいい、綺麗な人や。え、お腹に赤ちゃんがいるのかな。旅の方、どうも助かりました。お腹が膨らんでるように見える。ああ、エッダさんって言ったよな。ここで何が。何が。先日このアルケーの空に変わってからのことです。村人たちが次第におかしくなっていきました。アルケーの空、私は隠れていました、ずっと。でも今度はお城の兵士がやってきて。その何なのかな、アルケーの空ってのは。うん、今のように薄暗く不吉な空模様のことです。確か村の言い伝えでは世界の滅亡の前触れだと。滅亡か。滅亡。他の村人たちは見当たらないが、行ってしまいました。東の遺跡、幻想の塔へ。幻想の塔。誘われるようにみんな行ってしまった。夫も。クライブ、どう思う。おそらく奴らの仕業だ。アカシア同様操られたんだろう。神の陛下。彼女だけ無事だったんだ。お腹にいる赤ん坊のおかげかもしれない。その子がベアラーだとしたら。エーテルに耐性がある。村人の行動が原初の楔の影響なら時間がない。
幻想の塔。割と近くにあるね。そこに、ね、そこに。思った通り、フェニックスゲートと似た作りだ。となれば、この先には。うん、原型がある。壁画アルテマ、イフリート、ガルーダ、ラム、シバ、タイタン、アハムード、オーディン、そして伝説のリヴァイアさん。あ、出た、リヴァイアさん。なぜなぜフェニックスがいない。あ、あれがフェニックス？いや違う。え、いやなんかあの翼。あ、え。そうだったのか。あ、ジョシュア。ね、ちょっと、ジョシュア生き残るよね？大丈夫だよね？なんか、一気に不安になったんだけど。私はね、この兄弟が生き残ればええんや、最後。あと、ジルも。みんなも。お前はその人に、ついててやってくれ。一人で行くの？クライブ。だけど、俺は奴と決着をつける。おう。もしもの時は、ジョシュアと合流して船に戻るんだ。いいな。ああ、おい、バカな真似はするなよ。俺はシドの名前を継ぐつもりはないからな。ああ、ガブ。ああ、俺もこの名を捨てる気はないよ。いや、怖いんですけど。生き残ってくれ、頼む、本当に頼む、お願いだ、頼む。ということで、パーティーメンバー1人になっちゃった。あ、まあでもトルガルか2人かなっちゃったよ。さて、じゃあまた更新されたよね、エストラ。高度な採掘場を築かれたままで、コインとその家族は暮らしていたが、ある系の空になってからは村人のほとんどが姿を消し、廃村同然となっていると。で、ある系の空、ウォールド王国に伝えられる世界の滅亡の前ぶりに生じる不吉な空のこと。アルテマが発動した原初のくさびによって、バリスゼアの空が変容した後、ウォールド王国の住民の間で伝承になってそう呼ばれていたと。幻想の塔、灰の大陸中東部にある、天高くそびえる塔、灰の大陸にわずかに残るマリアス教の教えには、神が創造し裁きの塔と記されており、人々は聖域として恐れてきたと。はい、ガブついていってほしいけどな。まあでもね、生存者の女性を見つけてしまったから、まあ、保護せんとなって感じですよね。じゃあどっち方面、え、どっち、あ、こっちから行くのかな。幻想の塔、バルナバスは
おそらくそこに道を探してみよう。はい、こっちちゃうの。よし、開けまーす。証入ってこないか、大丈夫かな、ここ開けといてさ。よし、ハッフ峡谷道。力を頼む。幻想の塔を目指してやっていきますが、普通に進んでいけばいいかな。いや、なんかジルがパーティーにいないのめっちゃ落ち着かないんだけど、まあしょうがないか。え、どっち？あ、いいんだよね。ずっと下っていけばいいんだよな。え？合ってる。合ってる合ってる合ってる。おー、怖い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 。え、合ってる？うん、合ってる合ってる。怖いよー。あ、ちょ待って、どっち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 。ちょ待って、怖い怖い。攻撃サイドがね、あ、こっちね。もうなんかほぼもう道なき道のようなもんじゃんな、これな。着いた。お、またセーブポイントができた。幻想の塔。幻想の塔。はい。おお。さあ、じゃあやっていくか。幻想と古代の時代からそびえ立つ巨大遺跡。はい。あ、ちょっと入って終わりかな。なんかさ、FF13 にも、あれ13だっけ ?12 だっけ、なんかこんな感じの塔あったよね。やつを感じる。バルナバス。気をつけろ、トルガル。おお、また、手をだまり、ニエの王でいいのかな。やはりこの遺跡は生きているのか。じゃあもう、あ、特にないか、アクティブタイムロアは。いや、ガバたちを村に残し幻想の塔へと向かったクライブ、バルナバスとの決着をつけるためトルガと共に塔の頂上へと登っていくだ。この頂上で多分オーディン戦だよね。ちょっとね、ちょっとセーブをしていこう。じゃあちょっと進んで終わりにしますかね。普通に戦闘発生するわね。本当あれだね。あー、出た出た出た。うん、ミックスゲートの先と本当に似てるよ。
進む。なんか戦闘多そうだな。ん、ここはなし、戦闘。あ、ないね。奥行くまで。ああ、フェニックスゲートの地下遺跡と同じだね。ジルと来たのにな、フェニックスゲートの地下はよ。あとトルガルか、寂しいな。さらに先に、はい。なんかあれ、一本道みたいな感じなんですね。まあちょっと気にないところで終わりにするかね。あ、出たな、異物。倒せるかな。オッケー、倒しましたと。え、どっち？トルガル？どっち？あっちね、はい。これエレベーターかな？アイテムがある。素材。なんか普通に歩いてんだけど。わわわ、戦わないとダメ。お前だけ厄介だから君だけ倒すか。今だ。オッケー。あ、行きます。ここで戦闘にな…え、なあ、ババロアちゃん、今回ちょっとこれ倒して終わりにするかな。まあカットするけど、戦闘します。倒せそう。オッケー。あ、まだオッケーじゃない。え、でももう倒せるだろ。ほら、レベルアップ、レベル4でね。オッケー。倒したけどちょっと切り時が分からんな。ここ進んで、あ、ちょっと待って、なんかこの先何かありそう。アイスエイジ、あ、でも切りがいいか。ほんとここまでにしておくか。はい、じゃあお疲れ様でした。